はい、カバーチ袋カッパ炎上で、じゃあ最後はね、副会長が2年6ヶ月の実刑判決のお話いきましょうか。あれを見た某国の人たちの反応ですかね。これニュース部分はいいですかね。もう一個のチャンネルの方で確認してみてください。まあ、某国が世界に誇るグローバル企業のンムスングループのね、実質トップのね、副会長の人ですよね。この人が、まあ、国政労団、破棄差し戻し審で、2年6ヶ月の実刑を言い渡されて、執行猶予つかなかったんですよね。で、まあ、法廷、拘束されたことに対してですよ。まあ、某国の経済界はね、一斉に遺憾と憂慮を同時に示しているって、そういう状況です、今、向こうはね。さあ、じゃあ、某国の人たちの反応を見ていこうかな。まあ、多分ね、半々ぐらいだと思うんですけど、まあ、最初の人、すぐ解放しろ、国が墜落するとかね、すごいな、経済には少しも関心がないな。これは政府に対して言ってるんですよ。公務員増やして税収圧迫することしかできないのかとか、そのまま解放してくれとかね、国の姿が最悪ですねとか、本当にゴミたちが汚い仕事してるんだねとか、よくやった、法の前では平等であることを見せてくれた素敵な判決である。そう、読売巨人軍と一緒って話したじゃないですか、ね、ファンもいるけどこれアンチも普通にいるんでで、次の人は、解放してくれ。お前らがよくやったことは他に何かあるのか。国民の血税をどうにかして絞り出そうとしてたじゃないか。とか、オーナーリスク、消滅は好材料じゃないのか。とか。代わりが務まる人がいるんだったら、まあ、それでもいいのかもしれないですけど、誰かいるんですか。ね。で、次。僕が代わりに監獄に入ったらダメなのかな。じゃあ僕代わりに行きますって手を挙げて言ってみたらいいんじゃないですか。次の人、大統領のいない世界で暮らしたいとかね。ああ、ぶち込まれちゃうぞ、そんなこと言ってると。次、ああ、今経済大国と言われるようになったのは一番先頭に立ったこの会社のおかげなのにとかね。じゃあこの会社がそこまでになれたのは誰のおかげかっていうことは知らないのかな。で次の人、中国の顔色を伺ってるんだろうな、彼らがうまくやっているから中国が静止している感じがするとかね。悔しいよね、賄賂をあげたくてあげたわけじゃなかったのに、今回の政府は堂々と奪って、賄賂をよこさなかったら逮捕する。で次が、三流政治家官僚が世界一流企業をもてあそぶんだな、なぜ我が国の企業にこんなことをするのかわからないとかね、やっぱ分かんないで大統領を選んでた臭いですね。こんなセリフが出てきちゃうってことはね。で次、政治家たちが作った罠に陥って苦労しますねとか、特例を与えるべきでしょう、政治でどうにか解放しなさいとかね、本当にこの国は滅びそうだ。いや、本気でどうにかしたかったら、もう一回ろうそく握りしめてみんなで集まるしかないんじゃないですか。知らないですけど、しかしまあやっぱりね、この国には本当この会社しかなかったんですね。まあ中には滅ぶ時もに、滅ぶ時は日本も一緒だみたいなこと言ってる人もいるんですけど、は？まあでもこれとりあえず御社がありますからね。何しろほらね、三権分立ではない国ですからね。というかだってこの人に限らずさ、ねえ、だって政治もそうね、だからまあ企業の経営者だから政界も財界もだからもうありとあらゆるね、ほとんど全ての人がだって何かしら前科持ちでしょ。普通普通普通ですよ。しかもなんか面白かったのがね、ああ今経済大国と言われるようになったのは一番先頭に立った、この会社のおかげなのにみたいなこと言ってる人いましたけど、え、僕が経済大国なんてどっからも言われてなかったですよね。まあすぐに解放しろとかね、国が墜落するとかね、言ってましたけど、もう手遅れじゃないですかね。奈落の底はもう目の前なんですよ。そうだな、例えば、まあ、この懲役2年6ヶ月かね、まあイランのね、この原油代と交換とか、そういうのどうですかね。ね、まあそれはともかくね、何を今更ですよ。
まあ結局ね、要は左巻きの連中が政権取るとどこの国地域も大体こんな感じになりますよね。うん、そうですかね。例の募集校もそうね、元なんちゃら府の女性の判決に続いて今度はあれですかね、亡国経済の、まさに亡国経済筆頭どころか亡国経済とイコールのこの企業にまでね、うん、まあいいじゃないですかね。あ、亡国大統領はちゃんと選挙公約通りに仕事してるだけなんで、うんね、誰が選んだんだって話でしょ、うん、それを言っちゃおしまいようですよね。うん、まあだってさすがに日本のメガバンクにもう一回土下座暗記なんかしたらね、うん、あ、でもあ、実際過去そうだったじゃないですか。ね。うん。ね、でもどうなんだろう。ね、実際この、ん？でも日本のこのメガバンクからしたらね、この人お得意様っていうわけじゃないですよね。だとしたらまあなんかこう逮捕なんかしたらまずいかなって見方もできるけど、関係ないだろう。うん。だってね、この人がいようがいまいが、ね、うん。だってこの資金回収、うん。いや、回ろうと思えば回れるでしょう。うん、今のところ本気でそれやってないだけであって。うん、どうなのかな、ね、この人いてもいなくても、ね、うん、会社的には今後も、ね、今までと同じように融資、ね、受けられると思ってそうですよね、あの人たちは。うん、そうはいかねえよっていうのをね、ぜひともね、この日本政府だったり日本のこの経済界からね、うん、見せしめじゃないですけど、いい機会じゃないですか、だって。ね、うん、なんかこじつけでね、口実にすればいいんですよ、うん、この人個人を信用してね、今まではっつってでもその人がね、うん、パクられちゃったらもうこれはもうこの今までと同じような、ことはできねえみたいなことをさ、なんかでっち上げてさ、ね、切っちゃえばいいんじゃないのね、うん、まあよくわかんないですけど、まあ結局ね、努力してね、勝ち取った富だろうが、あぶく銭だろうが、とにかく自分たちよりも金持ってる奴らはね、このね、むしり取られて当然っていう考えの人が圧倒的多数なんで、うん。だから結局、ほら、ね、あの人たちの前で金持ってるのがバレると、速攻たかられるでしょ？うん。ね、うん。だから金出さないと奪いに来るわけですよ、結局ね。うん。だからそれが相手がね、もう亡国経済とね、ほぼほぼイコールのあの 大財閥企業でも例外じゃなかったってことだよね。うん、いやー素晴らしいじゃないですか。亡国のこのね、三権分立、司法が最強ってことですよね。あ、そうですよね。うん、だから司法がどんな判決出そうとね、それを止める術がないってことだから。うん、まあ司法イコールね、大統領ですけど。まあ立法がどのような法律を作ってもね、司法がね、もう都合のいいように解釈すればいいってことだよね。うん。まあ司法がというか大統領の都合のいい解釈をさせてるわけでしょ。うん。だから行政が判決に従わなければ、ね、有罪にすることもできるし。すごいね。亡国司法最強ですね。うん。いや、それでいいと思います。うん。だからもっと早くさ、ね、この任期ね、無視して衛生大統領早くやろうよって言ってたのに、なんでそこだけはやらないんですかね。うん、まあだから結局亡国は独力で、ね、今の地位を手に入れてきた、ね、日本の援助で発展したなんて大嘘だ、ね、よく言うじゃないですか、あの人たちは。まあ何十年もこういう嘘をつき続けてるとね、それをやっぱ子供の頃から鵜呑みにして大人になって地位を得てしまう例がやっぱり出てくるわけですよね。うん、日本なんて大したことない。日本の援助なんて受けた覚えもない。ね、あったとしてもほんのわずかで影響なんてほぼゼロだ。ね、亡国国民みんながそう叫んで、そうだそうだとね、権力者も賛同したその結果が今なんで。まあ自業自得ですね。うん、まあ共産化は順調ってことで、さすが大統領ちゃんと仕事してますね。ぜひもうちょっと日本に対してね、うん、強硬な態度をね、うん、かつての栄光をね、取り戻していただきたいですよねということで今回は以上です。ありがとうございました。ではまた、ごきげんよう。